特別企画 PC 対メガドライブの対決第1弾ゴールデンアックス。ではそれぞれの特徴を比較してみよう。なお2月に発売予定の PC エンジン版は CD-ROM で登場するぞ。まずは主人公たちのアクション。どちらも業務用の動きを忠実に移植。ただし PC エンジン版の方が後ろの敵を攻撃する回転斬りが素早く行える。次に魔法を見てみよう。ティリスの最強魔法ドラゴンブレスだ。どちらもすごい迫力だね。敵キャラの動きはどうかな。メガドライブ版に比べ PC エンジン版は敵がこちらの攻撃をかわしたりすぐに間合いを詰めてくるため倒しにくくなっているんだ。最後にオリジナルの業務用とどのように違うのか比較すると、メガドライブ版は業務用の6ステージに新たに2つステージが追加されている。その他に敵キャラと勝ち抜き戦をするデュアルモードなどがあるのが特徴だ。神様、どうぞこの子、ティリスをお守りください。PC エンジン版の特徴は CD-ROM の機能を生かしたビジュアルシーンと業務用の曲をアレンジしたサウンドだね。ビジュアルシーンは主人公ごとにシナリオがあり、業務用では触れられなかった主人公たちのエピソードもわかるぞ。あと頼む、ガイラー。な、何者だあの男は。俺の名はアックス・バトラー。20年前お前らに友を、そして母を殺された男だ。 PC エンジン版は2人同時プレイがなくなったのがちょっと残念。ゴールデンアックスメガドライブ版はセガより発売中。PC エンジン版は日本テレネットより2月24日発売予定。